イングリッシュドクター西澤ロイの5 minutes English。 Good morning everyone。 こんにちは、イングリッシュドクターの西澤ロイです。 5 minutes English。 このコーナーは朝の5分間で気楽に、そして楽しく英語のポイントを一つ学んでしまおうというコーナーです。毎回面白い、もしくはびっくりするような海外のニュースをご紹介しておりますが、今回のニュースはニュージーランドからです。クライストチャーチのあるケバブ屋さんの店内に強盗が現れました。顔は黒いマスクで覆い、手には銃を持っています。この時の防犯カメラ映像がネットにアップされたのですが、エジプト人店主の対応が話題になっています。この店主はなんと犯人を完全に無視したのです。カウンターで金品を要求する強盗を無視して、店主はお客さんの対応を続けました。注文の品を待っていたお客さんに袋に入れたケバブを渡したら、すぐ店主はスタスタと店の奥の方へ。もちろん警察に通報しに行ったのですが、強盗は何も取らずにそのまま逃げました。警察が犯人を捕まえようと防犯カメラの映像をネットに公開、25万回以上再生されていますが、店主による神対応がネットで話題になっています。さて、このニュース記事の英語のタイトルは Do you want salad and the police with that? Cool kebab shop owner ignores robber。 Do you want salad and the police with that? Cool kebab shop owner ignores robber。一緒にサラダと警察はいかがですか？冷静なケバブ店オーナー、強盗を無視。ロイター通信のニュース記事からご紹介しました。さて、今回解説したいのはニュース記事のタイトル前半部分です。もう一度読みますと、Do you want salad and the police with that? これを私は一緒にサラダと警察はいかがですか？と訳したのですが、元となっている有名な表現があります。それが Do you want fries with that? 一緒にポテトはいかがですか、というフレーズです。まずは2回リピートしてみましょうか。 Do you want fries with that? Do you want fries with that? もう少しスピードをつけて2回言ってみましょう。Do you want fries with that? Do you want fries with that? このフレーズには2つポイントがあります。まず1つ目は fries という表現です。日本語だとフライドポテトと言いますが、英語ではそうは呼びません。Fried potatoes というと油で炒めたり揚げたりした芋という非常に広い意味になってしまいます。ですから、例えば、くし切りにしたじゃがいもをフライパンで炒めたものも、フライポテトーズと呼べますし、すりつぶしたじゃがいもを平べったい形にして油で揚げても、フライポテトーズなのです。私たちがファーストフード店などで注文するフライドポテトは、アメリカ英語では、フレンチフライズ、略してフライズ、イギリス英語では、チップスと言います。これも2回ずつリピートしてみましょうか。まずはアメリカ英語で、French fries. French fries. 次はイギリス英語で chips. Chips. そしてこのフレーズに関するもう一つのポイントは、ジョークとしてよく使われるということです。例えばですが、ちょっと何かを買ってきてみたいに頼まれたときに、Do you want fries with that? みたいに返します。ファーストフード店に行くといつでも耳にするフレーズですから、茶化しやすいんですね。そのまま使うだけでなく、fries というところを入れ替えてジョークを言うことができるとかなりレベルが高いですね。ですから今回のニュース記事のタイトル、Do you want salad and the police with that? 一緒にサラダと警察はいかがですか?というのは非常にウィットに富んでいますね。You have been listening to 5 minutes English。 お届けしましたのはイングリッシュドクター西澤ロイでした。このコーナーでご紹介したニュースはメルマガで英語をもっと詳しく解説しています。
西澤ロイメルマガでウェブ検索をしてぜひご登録ください。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye bye.